鉄の路線の一つである。地表から深い位置にあるタイプの路線で、地下鉄の路線図上では濃い目の緑色で案内されている。全長2 5キロメートルと非常に短く、あるのは、ウォータールー駅とバンク駅の2つの駅だけである。この路線は、テムズ川の下を通っており、両駅を行き来するのには、片道4分しかかからない。もっぱら。 ウォータールー駅とシティを行き来する通勤者のため、また他の利用客が少ないために、夕方遅くや日曜日には、運行が止まっている。1994年までは、英国鉄道の路線であった。1898年7月11日に開業。ロンドンの電動の地下鉄としては、ノーザン線に次ぐ2番目の開業であった。2006年4月1日には、 大規模な改装のために一時閉鎖していたことがある。2006年9月11日に運行が再開した。主に車両の塗り替え作業、掃除からプラットフォームやトンネル、駅や信号などのシステムアップグレードを含め一新させた。2007年中に完成する。この作業はラッシュ時の輸送能力をた路線も含めておよそ25%増やし、 両液の行き来に片道40秒以上早くなるとも考えられている。ありがとうございます。